よせよごせ。はいどうもこんにちは、いらっしゃいませ、こんにちは。カルピス伸びたい。はいどうも、アゴコスコスケ配信者の皆さん、ビエンビエン。さあということで今日も始まりました、毎日ラーメン生活始まっていくんですけども、皆さんおはようございます。日曜日の朝から全力疾走でやっていきたいと思います。よせよごせです。昨日の動画見てくださってありがとうございました。最強エスカ決定戦と言ったけどね、まあどのエスカが最強だったか、ぜひまだ見てない方は概要欄から見てきてください。ということで今日はあのキャラを使っていきたいと思います。そう、ガランおじいちゃんです。ガランおじいちゃんやっぱね強いわ。うん、ということでコメントしていきます。なきさん、これで負けたらチャレンジャー隊おります。フリかな。フリです。よくわかったね。これ昨日の動画でね、僕が言ったことなんですけど、まあ、チャレンジャー隊って負けても下がらないじゃないですか。それみんな突っ込んでくれるかなと思って動画にしました。ガガッ。すずさん、ゴスは7つの大罪原作読んでます？誰がゴスじゃん。ゴースな。7つの大罪原作は読んでないですね。なんか一時自由空間とかいうなんか24時間の満喫みたいなところで読んでた時あるけど、もう忘れちゃったね。バックグッドさん、動画出てきたんでとりあえず登録しました。ありがとうございます。そのね、動画出てきたんでとりあえず登録っていうのがね、いいですよね。とりあえず登録すればもう虜にできる自信ありますから、頑張ります。ぜひ応援よろしくお願いします。にちゃんさん、初コメです。一般の PVP でチャンピオンについに上がったのはいいものの、全然勝てなくなりました。アドバイスください。わかりました。まず一つ目が、僕の動画を毎日見る。これは確実に必要ですね。なぜかというと、勝てる編成と負ける編成を教えてくれるからです。まあ主に負ける編成多め。そして二つ目、朝起きた後に僕の動画を見る。朝起きた後に僕の動画を見ることによってモチベーションが上がりますからね。おー、やってやろうじゃねえかっていう。で3つ目、なんもない。何も考えてなかった、ごめん。焦ると蹴りを出すさん、ゴーちゃんお疲れ様です。セブンで怒鳴ってごめんね。おめえかい。ごめん、あんな顔してたんかい。めちゃめちゃ怖かったぞ。ということで本日の企画、ガランおじいちゃんでぶっ放してみた。さあ行きましょう。パーティーはこんな感じですね。もうなんかね、リュドがねハマっちゃって、リュドにハマりにハマりハマって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 、よしやっていきましょう。それではやっていきましょう。ガガス。あー、ちなみに俺のガランは猛攻鉄壁ですね。対抗戦用に作った装備がそのまま残ってた感じ。ガガス。おい、バリ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 レ。よし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 、これは確実にいける。これどうしよっかな。俺さ、ザンバラザンさ、レベル3で撃ってみたいよね。だからこれでいこう。でインベ来るの次願って、あーそうだった忘れてたんこめ。ガガス。自分でこれ忘れるってやばいよな普通に。はい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 、オッケー。ゴキブリもどきやられる。あーでも全然大丈夫だ。じゃあこれでバチコリ割って、これで出血つけーの、ちょっとこいつ攻撃しときますか。こいつ攻撃しときましょう。勝者オッケー、ナイス、割れる。さあどんぐらい出る。うおー、え、結構強くない。結構強くない。はい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 。もうお互いね、お互い忘れちゃうよねこれね。もうじゃあこれ打って、バチコリ打って、どうしようかな。多分ここ2体倒れるんでこうしときましょうか。レッツゴーパパー。早っ。え、今日やばいわ。まあ、またコンピューターだろって言われるんだけど全然大丈夫。あ、今日強い俺。よっしゃー、やばい、対策いいぞ。ガスガス。普通になんかキモいけどかっこいいしね。ガスガス。ハイヨルさん、ちっちゃいことは気にするな、それバチコリバチコリ。何言わせとんで、何変なこと言わせとんで、ノリノリでやっちゃったじゃん。俺こういうの乗っちゃうんだから。オッケーオッケーオッケー、はい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 、オッケーオッケー、さっきとほぼ一緒。おっと、ちょっと待って、強すぎる。いや強すぎた強すぎた。登録隊確定。秀尾田さん、 AI に負けれるってド変態ですね。誰がド変態や。あの負けようと思って負けてるわけじゃないよ。あの仕方なく負けてんの、俺が弱くて。はいお願いします。お、人間派だ。これ中身ありだな多分。うん、やっぱそこ狙いか。きついな。あ、きついな。じゃあザンバラって、ザンバラって攻撃して、もう突きするしかねえな、これ。
ちゃん少しでも回復しろ、少しでも回復しろ。アーサーかっこいいな、やっぱ。いやこれゴキブリおじいちゃんやられちゃうな。いやきつー。なんか俺使うと思うキャラ毎回やられてね。完全に中身やりやん。ガッガス RM さん、最近見るの遅くなってたけど今日は早めに見れて嬉しい。行ってみよう。動画上げてすぐにね、見てくださる方本当にありがたいです。ありがとうございます。よし、こんな感じのパテでいきましょうかね。レッツゴー。あいやいやいや、おお、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、おマジか。リュード入れてきます。ゴスゴス。超カズミンさん、ジャングルじゃなくてタワマンがいいんですか。誰がゴリラじゃ、誰がジャングルの王者ターちゃんや。ジャングルよりマンションに住まわせてくれ。ということでラストゲーム行きたいと思います。いやとりあえず最後はなんか勝ちたいな。なんか一番最初だけじゃね、こいつちょっとうおー結構いけんじゃねって思ったの。まずちょっと最終戦これはやっよっ、うわっ、おもちゃの兵隊さん、これいいね、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 いいね。さあもう最初からインベ使ってこうだな。これでいきましょう。なんか楽しんでそうなパテでいいわ。グラクロ楽しんでそうこの人。めちゃめちゃグラクロ楽しんでそう。これでとりあえず全体攻撃してくんのかな。あーでもやっぱこいつ狙われるんだ。あーオッケーオッケー、まあ大丈夫。おーいマジか。よし、じゃあこれはもう、ここやって、ここもやって、全体でもう落としちゃいましょう。オッケー、ナイス。こっち持って、おー強い素晴らしいわ。ちょっとザンバラさんレベル3打ちて、やめてやめてやめて、頼む生きてくれ。いやねえ、なんでそんなにさ、あの主役取りたいのあんた。はい、あともう一戦いきます。ゴスゴス。ちょマジでマジで頼む、マジで頼む。よし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 、まあとりあえずバチコリ打って、これで鉄壁つけときましょう。オッケーオッケーオッケー、意外とやっぱ入るね。さ、出ろ。オッケーオッケーオッケー、まあ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 、そっか、なんで攻撃してくるか分かったわこれガランゲームついてんだ俺さ、なんでこんな攻撃してくんだろうなってずっと思ってたんよ。そういや、こいつガランゲームついてんじゃん。ガランさ、ガランゲームついてんじゃん。そりゃ攻撃してくるわ。オッケー、オッケー。これちょっとエスカノールだけやりたいね、マジで。エスカノールやれるかな。うわ、レベル2はきついて、効いてないって。それはエスカーノールやれっかな、これ。いや月1枚来てほしかったけどな。これで飛ばして、これで飛ばして、これで飛ばせるかな。いや、いけそう。よしよし、いけ、頼む。うー最後は負けたくない、最終戦負けたくないぞ、マジで負けたくないぞ。最終戦は動くな、言うたやん。もういいて、強すぎだろこいつマジで。いやーきつ。はいはい、これで次必殺技でも全体飛ばすしかないな。多分どれか止め、どれか止めかバリア。あ、ええオープンね。あーオッケーオッケー、全然オッケー全然オッケー、これは倒せた。あぶねー、最後勝ってよかった本当に。よし終了だこれで。よーし、オッケー。チャンピオン隊強かったね今日もね。ありがとうございました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。
まあガランおじいちゃんは全然使えるんじゃないでしょうかね。皆さんぜひ使ってみてください。僕は強かったと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。6月末までにチャンネル登録1万人目指しておりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。面白いと思ってくださった方はコメント高評価お待ちしております。ということで次の動画までバイバイ。